おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。今日はですね、連続性ということでについてお話しさせていただきたいと思います。物事を何か習得するにあたって続けてやる、継続してやるっていうことは大事なんですけれども、もちろんその時間的な制限があります。その中で時間的にずっと続けてやるっていうことはなかなか困難ではあります。ですけれども、さらにそれより大事なことっていうのは意識的な連続性ですね。自分の意識をそこにずっとつなげておく。時間はたとえこう切られたとしても、例えば1週間休んだとしても、意識の中ではずっとそれを自分の中で、持ち続けて集中するっていうことですね。でそのことができるためには、やっぱり明確な一つの目標があるっていうことがすごく楽になると思います。意識を持ち続ける中で自分の明確な目標をが心の中にある、頭の中にある、目の前のこう張り紙に書いてある、そういったシンプルなものでも結構ですから、明確に一つ目標をしっかりと立てて、それを意識下の中に置くことで、結局は時間的にもこう自分の中で定期的不定期関わらず、意識と時間がつながっていく、そのことで、上達がぐんぐん伸びるということがあります。それをしないで、ただ思い出した時にやる、システマチックにやるってことも大事ですけども、できれば時間だけではなくて意識のどうつなげるかっていうことも、しっかりと取り組んでいただければと思います。そうすることで、時間と意識がつながることで成長の曲線もどん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 スムーズに、つながっていきますので、ぜひお試しいただければと思います。それでは今週も頑張っていきましょう。